こんばんは、入山明子です。6月4日日曜日、入山明子のつれづれ日記。今日は地元所沢市におきまして、男歌ライブ、ピアノに岡本孝道さん、ザンザバンドでいつもバックバンドを務めてくださる岡本さんに所沢まで来ていただいて、ラジオでもお世話になっている FM チャッピーの担当秋山さんが音響を手伝い、スタッフはカラオケサークル元気に笑顔の皆様に受付ほか担当いただきながら、早くからチケットを申し込みいただいた皆様で満席の中歌わせていただきました。久しぶりにお目にかかる方も、コロナ禍が少し落ち着いてようやくお出かけになれて、今日はその間生でお聴きいただけなかった、コロナ禍に発売した曲を中心に皆様にお聴きいただきました。終演してからは今後のさまざまな活動について、みんなで話し合いをして、今日の反省会も含めながら有意義な一日を過ごすことができました。今日はアジサイのお花の写真をいただきました。山口県駅中さん、三重県良銀さん、ありがとうございます。さあ、それでは月曜日は FM チャッピーの収録があります。元気に笑顔でまたお目にかかりましょう。おやすみなさい。